また機会があったら、まあ、お会いしない方が本当は施設ではお会いしない方がいいんでしょうけども、またぜひ足を運ばさせていただきたいと思います。何も本当に言うことはないと言いながら、きっと待ってる人、きっと皆さんを大切に思ってる人必ずいますんで、私もその一人になりたいと思います。今日本当にありがとうございました。ラストの曲聴いてください。私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。千の風に千の風に、あの大きな空を。はい、今日は最後までお付き合い本当にありがとうございました。またいつかどこかで外でお会いしましょう。ハイジでした。お元気で。ありがとうございました。大山真嗣さん、ハイジさん、ね、ハイジさんってハイジさんなんですね。あ、そうでしたか。後ほどすみません、改めてご挨拶させてください。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に山口ケーブルビジョンのお話されましたけれどもね、テレビでもそうですし、あとラジオでもね、ご活躍でいらっしゃって、今日はもういろんな皆さんに伝えたい思いをね、いろいろしたためてこられたんだと思います。それが今溢れてね、感極まってという感じのステージでございましたけれども、まあでもこうやってね、皆さんに思いを届けたいと思ってくださっている方がいるということを、まずはね、しっかりと胸に刻んでいただいて、今日のこの時間をまたね、後で振り返っていただければと思います。